今岸田さんが重要な政策を出してますね。一つは次元の異なる少子化対策、これはですね今年やんないとね徹底的に人口減っちゃうんですよ。今年やんなきゃダメなんです。補助金出すと言ってるんだけども子供に対してね、それは全く検討外れです。子供にいくら補助金出しても子供は生まれません。私の発明した玉手箱というものがあります。じゃじゃーんですね。この玉手箱は何かというと、はい、次元の異なる少子化対策ではできないような素晴らしいものが中に入っている。この玉手箱によって日本が救えるというものですね。玉手箱の中を開けてみてください。この玉手箱の箱はですね、実は来年 NHK が紫式部をやりますが、その NHK の紫式部が表紙になっております。箱を開けてみてください。あ、開けても私浦島太郎なんないですか？うん、なるかもしれない。爆発のおばあさんなんかもしれないよ。はい、じゃじゃーん、大丈夫だった、はい。こんな感じですね。2つもある。2つありますね。まず右の方です。右の方がこれはもう魔法の香水。魔法の香水ってどういうことかっていうとね、普通の香水ってのはつければあいい匂いだなっていうことですが、これをつけますと、異性が寄ってくるという魔法の香水です。つまり女性がつければ男性がやってくる、男がつければ女性がやってくる、近づいてくる、そういう機能のある素晴らしい中身が入っている香水ですね。まずどこにかけるんですか？いや、どこでもいいですよ。かけたいところに自分の普通香水使うみたいな感じでこうつければいい。そうで、僕は実際試しました。銀座通りでこれをつけて歩くとみんな女性が集まってきます。ふと振り返ったらね、すごい人がついてきてたんですよね。そうで何の行列かと思ってすごいびっくりする、あれ何だったんだろうと。これが、それからもう一つ、はい、異性が最初の香水で近寄ってきますと、今度は当然自然の成り行きとしてといたしますが、普通のではなく通常の 130% の感度、つまり気持ちがいいっていうのはね、130% これができます。でこの 130% の快感以外にもこれによってですね DHEAS というねものが分泌されまして、これは肌がきれいになる、寿命が伸びる、いろんな効果があるものが発せられますので、この1本で子供も生まれるし自分自身もきれいになるし、かつ健康寿命も伸びるというものです。ですからこの玉手箱によって今の少子化問題が一挙に解決する。子供が生まれてから補助金、生まれてからったら遅いんでね、どう産むかっていうのは問題でしょ、どう産むかっていうものは全く補助金出てませんよね、だからまず皆さんが、国民がこのドクター中松玉手箱を手に取るということはまず第一歩ですね、そこから始めて人口が増えて日本が栄えていくと、営み励み増えるっていうことですね。ぜひ一つこの番組ご覧になった方、直ちにリエールに玉手箱を発注してください。まだ予約状況の段階ですけどもね、もうこの番組終わる頃には発送できるような感じになるかと思います。ぜひ皆さん振るってお買い物カゴに入れていただければなと思います。こっちは普通に香水のように使って、こっちは粘膜につけた方がいいんですよね、 DHEA。 こっちの方のつけ方は、女性は、男性は分かりますよね、どこにつけるか、はい、それぞれのところにつけてデリケートな部分につけていただければなと思います。単体で使う分には本当に若返るホルモンにもなるし、ツヤツヤにもなるし、いろんなね理想的な変化を持っていただけるかなと思いますけど、カップルでね使う場合はまた違う相乗効果でね、感度とか少子化対策にもなりますので、ぜひ皆さん単体とカップル3パターンの使い道がありますからね。で少子化対策でこれを使うと同時に、この空き箱の玉手箱、これ美しいものです。これもぜひ箱として使ってください。いつもご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録とベルのマークを押していただくと見逃すことがございませんので、ぜひよろしくお願いいたします。